悩み相談。はい、今回ですね、悩み相談また行きたいと思います。あとですね、まあ、アンケートをやってたんですけども、一人バッシーくん、こちら動画見ていたらですね、メッセージください。メールの容量がパンパンみたいで弾かれてしまいます。バッシーくんっていう方、ニックネームバッシーくんだけ、無料プレゼントお配りできてない状況なので、はい、その方、他の人たちはもうプレゼントお配りしてますんで、メールボックス、重要を幻の20時間ライブ映像みたいな感じの件名でお送りしています。迷惑フォルダーもちょっとチェックしてみてください。はい、で今回ですね、まあ、アンケートいっぱい取ったんですけども、その中で、これをちょっとピックアップしようかなと思います。はい、日本の傾向としてありがちなパターンだと思いますが、失敗したり間違えたらいけない、人生の中で 何かとよく怒られることや、友達は注意されないけど私はよく先生や上司に注意されたりすることも多く、怒られたくないし自分をよく思われたいという思いが抜けないのも原因だと思います。要は人の目が気になってしゃあないってことですね。これはね、まあ本当によくいただく質問というか、ブレーキをかける、まあ、最大の理由と言っても過言ではない、人の目を気にするってところですね。でこれはですね、解決方法があります。はい、僕がどうやって解決したのかっていう話ですね。はい、それをちょっとシェアしようと思うんですけど、これはですね、自分という人間が自分ではないということに気づくことです。早く、もう一度言いますね、自分という人間が自分ではないということに早く気づくことです。これはどういうことかっていうと、この人間の脳っていうのは誰かからの 外的な情報でほとんど成り立ってるんですよ。例えばここにもあるように、先生に怒られたっていう情報だったりとか、まあ、僕の動画を見た情報、吉谷さんが話してるという情報だったりとかね、誰か本に書いてある情報だったりとか、先生から教わった情報、親からの情報、その他人からの外的な情報で脳が構成されて、で、動いてるっていうところがあります。ということは自分自身なんだけど、脳は他人の情報、外的な情報で脳が作られてるんですよ。自分っていう体は存在するんだけど、脳の構造は外的な情報で作られてるんですよ。わかります？これちょっと難しいかもしれないですけど、ということは自分の脳じゃないんですよ。自分の脳じゃないんですね。要はこの相手のことを気にするってことも、相手中心に自分なんですよ。わかります？相手のことが気になって自分のよりこうしたいってことができないということは、相手のことを考えている、周りを考えている、周りの目を気にしている、それ自分の脳じゃないですよね。自分の脳なんだけど、自分の人生を生きてないですよね。で僕はね、これに気づいたんですね。そもそも自分の脳ってどうできてんのかなみたいな、脳みそどうできてんのっていうのを気づいたんですよ。これは全部影響力の武器っていう本も有名な本あるんですけど、もう人っていうのは影響されて生きてるんだなということに気づいたんですよ。ハッとしたんですね。で僕が取った答えっていうのは何かっていうと、確かにそれは影響されるっていうことは、仕方がないことですし、僕も今与沢さんのね音声超聞いてるんですけど、もうずっと聞いてるんですよ。じゃあ僕はじゃあ与沢さんなのか違うんですよ。で僕がやってることっていうのは考え抜くんですよ。要は情報は必要です。だけどその情報を入れた後、自分なりに解釈して噛み砕いて考えて、それは自分に必要なのか、自分が今生きていく上の必要なのかとか考え抜くんですね。で考え抜いてさらにアウトプットもしてるんですよ。でこれをすると本当の自分っていうのが見えてきます。なぜならば自分で考える、その入ってきた情報に対して考え抜く、もうめちゃめちゃ考えてます。例えばこれ、この前その僕ビット君っていう子がいるんですけど、そのビット君とスカイプでこう話してた時に、この前その車でその東京からね鹿児島間を下道で行ったりとかして、まあ何十時間分かんないですけど、相当車で運転してるわけですよ。でこれ他人から見るとバカじゃねえかと思われるんですよね。そうじゃないですか。だって飛行機で、今回僕鹿児島から東京また行くんですけど、飛行機で行くんですけど、飛行機で行ったら1時間半ぐらいですよ、フライト。しかも今回ね4990円ですね僕のガソリン廃屋満タンすると7000円ぐらいするんですよ。でね、4回5回給油するわけですよ、東京と鹿児島間で。高速代もかかるじゃないですか、バカですよねでもね、僕はその移動してる中何してるかっていうと、ずっと考えてるんですよ。
車の例えばパソコンの前でずっと考えるとかちょっと微妙じゃないですか。パソコンの前に座ってずっとなんか考え事をするみたいな、しかも8時間レベルですよ。8時間とか9時間パソコンの前でぼーっと考え続けるって結構きつくないですか。僕の場合は、まあ、人それぞれいろんなあれがあると思うんですけど、僕の場合は車を運転しながら考えるっていうのが自分の中でもう最強のこのブラッシュアップの時間なんですね。自分の時間に浸る、考えるっていう。だが、これからどうやっていくのか、今後どうしていくのか、どうやっていけばいいのか、どういうとかね、ずっとかもちろんその音声を聞いて学習する時間だったりとか、音楽を聞いてリラックスする時間ももちろんありますよ。ただ大半の8割7割はほとんど考えてます。頭を動かしてます。ずっと8時間9時間10時間ずっと考えることってあります？私生活において。多分これあんまないんですよ。特にサラリーマンやられてる方なんかは会社から言われたことをやる。だからここに対して自分の思考を入れると、例えば僕もそうでしたけど、だから会社から言われたことをやるじゃないですか。でも自分のそこに思考を入れると、会社からいやそれはダメだと、こうやれと、会社の方針がありますから、逆に自分の思考を入れると不都合が起こったりするわけですよ。会社と意見が合わなかったりとか、ね、俺はこう思ってるけどこういう考えだけど会社はこういう方針みたいな、合わないですよね。だから逆に思考を停止する、受動的、より受動的、会社の言われたことを素直にやってるだけの方が生きやすいんですよね。だから多くの人ってのは思考を停止してるんですよ、実は。ぼーっとしてる、まあ、ぼーっとしてるっていう表現がちょっと合わないかもしれないですけど、そのフルマックスで動かしてないんですよ。フルマックスで動かしてないです、うん、だからこれを本当ね、やるしかないですね。まず気づく、あ、自分の脳っていうのは実は自分で作ってないんだなっていうことに気づく。あ、外的要因で脳が作られていて、自分の行動とか決断だったりとか、判断基準っていうのは外的な要因が、主軸になってるのかな。あの人がこう言ったから決断はこうした方がいいのかなとか、そうなっちゃうんですよ。だからよく人のせいにするなみたいな話するんですけど、まあ、そうなるんですよ。うん。だからこれを情報は入れるんだけど、その情報を噛み砕いてもうめちゃめちゃ考える、考えるとか頭の回線、思考回路をピン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 みたいな。だからね、まあ以前なんかで話したことがあるんですけど、このね、僕の脳の回路ね、まあ言うと、あの情報がないとその伝声がいかないんですよ。だからまず情報を入れて点を作るんです。いっぱいな点を脳の中に情報をいっぱい入れるじゃないですか。で、点を作るんです。で、この点と点を結ぶ信号を考えることによって、あの人はこう言ってたな、この人はこう言ってたな、じゃあどうなんだろうっていう、こうブワー動かすんですよ。で、そうするといろんな話がリンクしたりとかして、なるほどそういうことかとかね、あ、こうでいいんじゃないかなっていう自分なりの個体的なものができるんですよ。で、そこのそのコアな部分っていうのがこう作らないと、まあ、いつまでたっても自分の人生を生きられないってことですね。他人に振り回される人生、他人に影響され続ける人生、本当の自分ではないと。まあ実際そうですからね。自分の脳ってどうできてるんですかっていう。だ、自分が見たものが情報として入ってくる。だ、例えば生まれた瞬間ですよ、アフリカの景色を見てる人はそのアフリカの情報が入って脳に入ってるわけですよ。じゃあ日本の情報は入ってないですよね。まあまあ今テレビあるかわかんないですけど、じゃああの日本に行った時にマサイ族の人とか、なんだここみたいな、よく理解できないみたいな話、理解できないですよ、もはや情報がないんで、うん、なんだここみたいな、なんだこのスマホみたいな、ね、話ですよ。だから要は情報が自分のその形成してるっていうことを理解してでやるってことですかね。まああともう一つあるとするならば、まあ、その他人、まあ、嫌われる勇気みたいなね、本もだいぶ100万部以上売れたと思うんですけども、なんだアドラーさんだったっけな、そう心理学か分かんないですけど、その僕の中で一言でまとめると、うん、相手の人生と僕の人生は関係がないっていう、申しますね、相手の人生と僕の人生は関係ない。これはよく例え話で言うならば、その人のことを気にする、うん、じゃ な渋谷とか行った時とか他のところとか、まあ、あの経験ある人いると思うんですけど、路上でミュージシャンの人いるじゃないですか。
人前でなんか歌をこう晒してるというかね、こう歌ってる人いる、見かけたことあると思うんですよ、人生に一度か二度。じゃあその人のことをなんかあの人なんか路上で、しかも誰一人この素通りしてるわけですよ。まあ たまにはそのわーってなってるところもあるかもしれないですけど、じゃあその街でパッて見かけた人いますよね。あと変わった人とか、なんかあの人変わってるな、なんかねどっかにいたんですけど、大阪だったかな、なんか阪神タイガーズの虎の格好してチャリンコ、すげえチャリがあってね、チャリめっちゃすごいですよ。なんかで虎の格好して運転してるおっさんがいて、なんだこの人変わってんなみたいな、すげえなファンキーだなと思って。でもねそれ見るじゃないですか、変わった人とか変な人とか、まあ僕も変な人だと思うんですけど、じゃあその変なね、路上とかで見た変な人に対して365日その人のことをずっと思って考えてます。寝る前になんか今日大阪で、ね、虎の変な人がいたなって思って寝ます。じゃあ2日後、2日前あんな人いたなって思って寝ます。3日後、いやー3日前大阪でこんな人いたな、変わってるな、なんかあの人やばいなって寝ます。じゃあ1週間後思って寝ます。基本的にもう忘れるんですよ。今僕話したんで、そこから自分の過去の記憶の点からこの呼び込んで話してますけれども、忘れるんですよ。てか自分のことでいっぱいいっぱいですよ、ほとんどの人が。自分の悩みだったり自分の人生だったりとかね、そこにいっぱいいっぱいなんで、他人のことを考えてる暇なんてないんですよ、っていうのは事実です。いやもしねこれ見てるあなたがその路上で見かけた変な人を365日寝る前にずっとその人のことを変な人だなとか思ってるんだったら別かもしれないですけど、多分いないですよね。とか忘れてません、そんなもんなんですよ。だから結局人の記憶から忘れされるものなのに悩んでるんですね。人の目をどうしたらいいのかとか、あとこれもよくありますけど、まあ YouTube の動画ですよね。動画なんかそのアップロードする前から悩んでるんですよ。何かっていうと、こんな動画アップしていいかなと、この動画には価値がないんじゃないかなとか、こんな動画アップしてどう思われたらどうしようみたいな。アップしてないんですよ。申し訳ません、まだアップしてないんですよ。その未来を訪れてないんですよ。だからそのマイナスの未来を勝手に作って、勝手に不安になって、勝手に行動しないんですよ。これがまあ、一般的な本当に思考サイクルですね。要はそれやってないんですよ、まだ。やってないことに対して不安を覚えてるんですよ。ね、これってなんだろうな、合理的ちょっと言葉が分かんないですけど、意味あります、意味あるというか、まあなんかその飲食店とかリアル店舗を開業するとかだったら、なんかそういう不安を抱えるのはいいと思うんですね。あ、この場所にお店オープンしたら本当に来るかな、大丈夫かな、人数何人かなとかね、心配するのは別にいいと思うんですけど、ネットって金銭的なリスクがほとんどないですから。 YouTube に関しても0円だし、まあ、何回もこれ言いますけど、全部0円でできるわけですよ。だからやってその結果のフィードバックを得て改善すればいいだけですよね。で、あとはその先ほどの話に戻すと、その動画を最初アップロードしても見られないんですよ、大した。僕がそのなんか最近も言われましたけど、編集した方がいいですか、編集しない方がいいですか、私は編集した方がいいと思うんですよみたいなね、でも編集の仕方が分からなくてみたいな質問いただいたんですけど、いや別に編集してもいいし編集しなくてもいいけども、最初見られないですよ、どうしますみたいな。ただ最初から100万回とか見られます？ヒカキンですら最初の1本アップロードして100万回無理ですよ。それは積み上げですから、ある程度も、だけどやってない前にみんな不安に思うんですよね。だからこれはもう思考を変えるべきですよね。やってから、考えればいい、そのフィードバックから、それから考えればいい、そこでも遅くないよと、例えばさ、ネットビジネスで言うならば、アップロードしてアクセスが来なかった、来たのか来なかったのかっていうフィードバックからまた改善してすればいいんですよ。でもアップロードしなかったら再生数もゼロだし、何も起こんないですよ、何も起こらない。例えば僕の事例で言うならば、そう、バナナしてますかみたいなね、なんか最近ちょっとまた撮ったんですけど、バナナしてますか、ちょっとね撮ってるんですけど、どうすか、みんな興味ないですよね、バナナしてますかって。これね、なかなかアップしないでしょ、バナナしてます、セコムしてますかみたいな、バナナしてますかみたいな動画アップしたんですけど、これね誰もやんないですよ。
でこれなんで誰もやらないかっていうと、こんな動画アップして大丈夫かなみたいな思ってるんで、でも僕はアップするんですよ。まあそういう思考が、そういうこういう今お話ししたようなことで僕はやってますから。じゃあどうなったと思います？バナナしてますかっていう。それね、グッと5ぐらいつきましたからね、一番最初の。あ、これあ、いいんだみたいな。でもう、あの、そのね、あの、その 数値を見て、バナナしてますかが30ぐらいなんですけど、グッと5なんですよ。おぉみたいな。お、これいいんじゃんみたいな。で、またアップするんですよ。で、またアップしたら次の動画はいきなりバッとついたんですね。あ、バッとついたな、みたいな。でもちょっと経ったらバッと3、4ついたんですよ。おぉみたいな。というか、そのデータが見れるわけですね。じゃあ、データが見れて、あ、でもバッグッといるねみたいな。あ、じゃあいいじゃんみたいな。なんかバナナある、バナナしてますから、ちょっとシリーズ化しようかな、みたいな。だからそのデータ見てから改善するのか続けるのかやめるのか見ればいいだろうし、うん。だから僕も1万本以上撮ってますけども、アップロードして、あ、これいいなと思ったら、あのシリーズ化してなんか続けるし、あ、ちょっと微妙だな、なんかあんま良くないなってやつは続けないですし、まあ他のテストですよね、他のいろんな動画アップしてテストしてみたいな話です。うん。だからやった先にしか、結果っていうのは分かんないですから、そのやる前から、まあその柳井さんじゃないです、ユニクロのね、柳井社長じゃないですけど、ビジネスとは、一勝9敗だと、うん、ユニクロの社長ですら一勝9敗言うてるんで、まあ初心者の僕たちがね、一般ピーポーのそのユニクロの社長まで上り詰めてない僕たちが、なんかその10戦10勝を目指すって無理じゃないですか、そもそも。でもね、初心者の人は10戦10勝を目論んでるんですよ。100% をですね。100% なんか作れないですよ。無理無理。うん。まあそんな感じですね。うん。だからまあちょっといろいろ話は脱線しましたけども、そもそも自分っていう人間はどう形成されたのか、自分の脳っていうのはどう形成されたのかっていうのを、客観的に分析する。そうすると気づけると思います。あれ、これ自分じゃないんじゃないみたいな。あれ、自分じゃないぞみたいな。で、これじゃあ自分の本当の人生はみたいな、自分の色、自分の本当の内から出るものをこう出して生きていきたい、自分の自己実現をしていきたいってなった場合は、もうめちゃめちゃ考えるしかないです。自分の脳で考えるっていうのは何かっていうと、ブワーって回線を動かすってことですね。ブワーって、ここです。ブワーって自分なりに、これはどうなんだろう、これはどうなのかな、それはなぜなんだろう。だからそのニュートンさんが、あのリンゴが落ちた現象を、あの多くの人はね、別にリンゴが落ちたという現象に対してなぜ思わなかったんですよ。でニュートンさんは、あ、なんでリンゴ落ちんのみたいな、あれ、なんで、なぜリンゴ落ちんのかなみたいな、でそこに疑問を持ってブワー考えたんですよ。でブワー考えた結果、最終的にその研究結果が、あの引力があるぞみたいなね、万有引力でしたっけ、ニュートン、はい、でそれ有名な話ですよね。そのなぜって思うことですね。俺の脳ってどうできてんだろうとか、え、なんでその人はそう言うのかなとか、え、なんでそう言うのかなって、え、なぜそう思うのかなとか、なぜそんなこと言うのかなとか、もう常にそのこの、考えるきっかけを自分の脳に与えるとですね、もう言ってますね、考えるきっかけを自分の脳に与えるとですね、はい、なぜって、これが一つの大きいそのフレームですね。なぜっていう、なぜなのかって、うん、はい、ということで、まあ、いろいろとお伝えしました。で今日ですね、20時から20時間ライブの方をやります。はい、まあ、ちょっと不安ですね。やる前こんなこと言っときながらもう不安でしかないですけど、20時間できるかなみたいなね、37のおっさんができるかなみたいなね、若くないし単独ですよ、もうぶっ倒れんじゃないかなみたいなね、不安ですけどもやります。でも やらないと分かんないですよね、できるかできないかは。うん、まあやります。でやってみてどうなるかは、やってみたその先にしか分かんないですから、まあ死にはしないと思いますけどね、喉は潰れるぐらいでしょう。うん、で20時間ライブに関してはですね、あの LINE アットの方に限定ライブとして、発信リンク、発信しますので、まあ、ちょっと覗いてみたいよっていう場合はこの YouTube の下に LINE 入れておきますので、 LINE の方に登録しておいてください。まあ、一般の方は見れ、だから多分ね、今動画バカバカアップしてますけど、ちょっとアップロードあんまできなくなりますんで、ずっとライブしてるんで、20時間ね。はい。では、終わりたいと思います。ありがとうございます。